どうも、みさきです。実は、電動ガンの、こういうものをですね、ちょっと私の知人から譲っていただいたんですけれども、これ M4 系の電動ガンですね。で、バレル長が 14.5 インチかなわかんないけど、とにかくバレルがちょっと長くて、室内線とかだと取り回しがちょっと悪いかなと、この分長いかなと思ったんで短くしようと思いました。そこで登場するのが、はい。バレルですね。アウターバレルとインナーバレルですね。これを組み込んでいきたいと思います。押しゴム取れてんじゃん。はあ、よし、とりあえずインナーバレルの交換は完了です。アウターバレルの交換方法がわからないので、説明書を見つつ、インターネットを見つつ分解します。これ入らんな。こっちがショートバレル。ミドルバレルか。ライラックスのミドルバレル。つや消し加工がないっすね。ジョリジョリ。ジョリジョリして、ギロみたいになってる。爪やすりみたい。こっちは、表面マット加工ですね。組み込みます。純正品と違って、ちょっとここに、ちょっとだけ隙間が空きますね。はい、というわけで、ショートバレル化成功いたしました。サイトを立てると、はい、こんな感じですね。ストックを短くした状態がこれで、伸ばすとこんな感じか。ちょっと長い。こんな感じで、短く持てるので、CQB フィールドとか、室内フィールドとかにいいんじゃないかなと思います。はい、だいぶ短くなりました。今回使った道具は、ハンマーとドライバーとマイナスドライバー。ちょっとこれ大きすぎるけど。ラジオペンチ。各種精密ドライバー。各種六角レンチ。大きい方から 3.0mm、2.5mm、1.5mm です。せっかくなのでバッテリー入れて動作確認します。セミ音。フル音。なんかキレがいいな。次は弾速を測っています。使う弾は 0.2 ミリです。初速は全然悪くないですね。というわけで M4S システムのショートバレル化でした。関係ないんですけど、ちょっと髪切りに行って染めてきたんですけど、昔黒く染めた影響が残ってしまってグラデーションカラーっぽくなっちゃったんですよ。別にグラデーションカラーにしたつもりはないんですけど、グラデーションになっちゃったんで、なんか言われたら、これグラデーションなのってわざとやってるのっていうことにします。じゃあ最後まで見ていただきありがとうございます。